時刻は0時を回りました「リオチの未タイトルラジオ」第12回目が始まりますということで今夜もよろしくお願いします、えー、担当は私リオチと山内です はい、はい、よろしくお願いします。よろししくお願いしますということでね、先週なんですけど、怖い話で放送したんですけれども、リスラジが <laughs> なんと途中で止まってしまうという怪奇現象が起きまして、ねなんかごめんね、多分不具合ではないんだよね。何、はい、な,なんですかね、これ、私だけかなと思ったんですけど、うん、視聴者さんからもね途切れてしまいましたという。 お話をいただいたんで私だけじゃ多分ないと思うんですよねはいはいはい,はいということで先々週も女の人の声が入ってた今週何があるかね今週は何もないと思います今週は男の声が入ってるんじゃないですか <laughs> この野郎 <laughs> 嫌ですねこの野郎とか言われた <laughs> なんかお,おこじゃないですかなんか私したみたいななんかしたんじゃないですか大丈夫ええ <laughs> あやっぱ何度再生しても途中で切れましたねう<ー>そうなんですよそうなんだそう一回アプリを終了して再起動してもやっぱり音は鳴らなかったですねうん,うん何なんでしょうね何なんでしょうね本当にちょっと怖いね、はい、っていうやっぱお化けはここにいるんですねいますね、えー、そうそう 3ES もね動画を見たんですよはいはいはいなんか やばいですね。やばいでしょ。やばいですね。なんかあの寝てる人もいました。寝てる。スリヘイスで一晩明かしましたみたいな。想像。<laughs> 考えられないね。そこでビール飲んでる動画があって。ええー。おお。やば。ね。うん、でもなんかあの色違う人の動画はなんか。 ガタンって音が聞こえてたりとかあれはやらせなんじゃないかなと思ってたりするんです違いますなんと夢のなに。<laughs> だってそんなタイミングよくね、うん、トントンとかなります、ね、なりますなりますなるんですかはい,いやでもそれを朝5時まで見てましたあらはい一昨日の話ですかね朝5時まで3 s の動画をずっと見てましたいろんな人のだからなんか ついてきたな。い, <laughs> いや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 言ってないですか。画面越しでもついてきますからね。そうなんですか。わからんけど。<laughs> 多分。えでも、まあまあ、行ったら、ちょっとやばいかなっていう。うん。とこっていうのは、わかりました。わかった。ということいかない、<laughs> 行かないです。行かないの。行かないです。行かないです。りおちチャンネルでさ。はい、検証しようよ。嫌ですよ <laughs>。 嫌ですよ,嫌よ、ね、呪われるじゃないですかだってそうだ、ね、今よりもあれだったら余計収録できないもんねはいやめとくか怖いです、ね、怖いですねはい、はいえー、メイチャーさんが生姜が焼き作りながら聞いてます、うん、あメイチャーさん元気になったんですかねうん元気になったみたいですよ、うん、USJ の1日利用券が9800円ですって高,高っ高っ高っ ディズニー今いくらだろう ?7000 円ぐらいでしょディズニーも8000円ぐらいじゃないですか ?8000 円するか。私あの、正規の値段で行ったことないんで分かんないです。正規の値段で行かない方法を逆に教えてほしいですねあの。定期的に関東限定のチケットとかで1000円ぐらい割引でコンビニに入れられたりするんで、あるんだ大体それで行ってたりしましたね。 例えばだからそ関東限定とか関西限定とか、うん、多分そこの期間で売ってるんじゃないですか、えー、沖縄限定ないかな沖縄ないですねあんま聞かないですよねワンデーパスポート、ね、よくコンビニとかで売られてるんです安くて美ら海水族館みたいなやつあそうそうそうそんな感じですねあいいな割引クーポンとか1000円でかいよね大きいです1000円はやっぱり。 7000円と6000円じゃあわけが違うもんね。そうですね。昔5うん6800円とかで行けたんですけどね、10年前とか。今高くなっちゃいましたね。ねえ。はあ。10月から400円アップですって。えどっちが？どっちがなんだ。ディズニーかな？USJ かな？どっちにしても高いですよね。USJ も1万だもんね。1万だったらちょっといいホテル泊まれますよ。そうね。だって今再発見でさ、はい。多分9000ぐらい泊まれるよ。 いいホテルうん夕食付きとかで、えー、超夕食付きでええー、それ考えたらまあでもど,どうなんでしょうどうなんでしょうね <laughs> まあ楽しみ方いろいろありますからね,う,ねうんということでじゃあ今日は今日のテーマは、はい、沖縄のいいところでししましたちょっとね怖い話はちょっとね <laughs> 先週からずっと続いてたんで今日は気分変えようかなみたいなはい,はい,、はい、いいですね そうですよ沖縄のいいところをみんなでちょっと教えようかなって沖縄のいいとこ 3s っていうのはやめてくださいねあなるほどあれいいですね 3s って s が3つあるから 3s っていうらしいですねあそう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 そことうそうのうそ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 うう 中の方要するにあっち行くまでくねくねしてるんですよはいはい細い道は入ってくるんですよねでそこで数字カーブが3つあるっていうそれ中に入ってからかな分かんないですけどなんかそこで2つ目のカーブでなんか2つ目のカーブのところに階段があるらしいんです道<へ>道があるじゃないですかの端っこにあのもう人が通らない、うん 草むらでもうボーボー茂っててかき分けないで分かんないんですけど階段があってそこを登っていくとその入り口にたどり着くらしいんですい、えそっかそれ YouTube で見ました怖いねそこらへんに出るらしいですよく見つけるよねあんなもん怖いけどなそこでんか録画してスマホで録画してるのが勝手に止まる現象が起きててあまさに 怪奇現象があ。あれじゃないですか、りょうの放送が。勝手に止まる。怪奇現象が。ちょっと。あれだね、今回本当にそういうのがあったら、ちょっと考えないといけないね。こ,こ、今日の放送って。ことですかお祓いなり、なんなりっていう。ガチですよね。そうですよ。いや、怖いな、それ。何も起きないでください。<laughs> はい。はい。じゃあ、で、沖縄のいいところ。はい おばけさんちょっとバイバイしていただいて、今日沖縄のところで募集しているのでメールを読んでいこうかな。はい。方でじゃあ五通目。はい。りあちさんこんばんは埼玉のハチミツイカです。埼そうハチミツイカさんこの昨日昨日だか一昨日まで沖縄にいたんですよね。あそうなんだ。はい。ツイッターでよく見てました。はいホテルのそう写真載っけててハチミツイカさんの。うん。 プー,ルプールサイドでバーベキューとかしててあら素敵めっちゃいいですよね、うん、なんかもう私も行きたいなと思いながら見てました。<laughs> うんはい、ということで沖縄のいいところ埼玉にはない海があってその海がとても綺麗なところ、うん、ところが自分に思う沖縄のいいところですねわかりますめっちゃわかりますわそれ。 あとは瓶型や花傘さ、朱、うん、城などの色使いが独特なのも日本でありながら異国情勢があり、情<緒> <laughs> 失礼しました。異国情調がありいいですね。お墓の形や内縁口もいいところかなといただいてます。なるほど。確かに何だろう内地からしてみたら、うん、ちょっとちょっとなんか。 変わった建物が多いなとかもありますよね。はいはいはい、確かにナイ行ったらちょっと変わった建物多いですからね。ん？僕らからしたらね。ああ逆にってことです。そうそうそう。お互いじゃあそう思ってる。<laughs> そうそうそう。<laughs> なんか中国の文化が入ってま強いのかな。そうだね。建物が中国っぽいとか。あのー、あれはね、なんだっけ遺跡っていうか古いのは。 うん、首里城とかもそうそうそうねえだそうまあ中国に近いっていうのもあって、うん、なのかなまあ日本ももともと中国の影響をかなり受けてますからそうそうそうそれがまあ伝わって同じように熟成させるその熟成の仕方がだから違うんじゃないですかねうん、うん、日本は日本で沖縄沖縄の熟成の仕方って もともとは中国っていうのは多分一緒ですよねうんすごいですね、まあうん、同じ日本なのに、まあ、こう違うっていうね当ね。まあうちの口ちもいいところかなと確かに方言埼玉方言がないんであそうなんだないと思いますよあるんじゃない <laughs> 聞いたことない,ないか関東だからねええー、埼玉に方言あるのかな聞いたことないですようん うちのおばあちゃんが傘をコウモリっていうコウモリって言いますそれは方言じゃないんじゃんな, <laughs> なんか昔コウモリ傘って言ってたらしいです。うんうん、それの名残とかかなそれぐらいしかないですかっちゃんも来ましたよこん,こんばんはこんばんは、はい、こんばんわんこなんですかねそれ <laughs> はい, <laughs> いやそれ書いてないからね今のは領地の発言はは <laughs> なんか滑った。はい、ということで、じゃあ次、ハイ、うんはい、サイ、リアチ、山内さんそしてミリスナーの皆さん、ヒロです。<う>はい、ハ、は、イ、い、タイ。今日のテーマは沖縄のいいところなんですが、たくさんありすぎて長くなってしまうので、その中からいくつか出しますね。はい,は,いはい、はい、はい。それは、チラ見を見ながら、うん、沖縄民謡を聞いたり、三振を引いたり、勝ち足したり、エイサー祭りで盛り,盛り上がり。えー 島崎を組み交わすじゃないでしょうかわ、うん、かるわ早ければイチャリバ町で過去洗い <laughs> はいはいはいあと内縄口も南部中東中南部中部北部で少し違いますが、うん、内縄口もいいところだと思います、うん、あ、内縄口っていうね、うん、みんなん？あ、いいところですか、うん、いいんだいいですよね私も憧れますもん 最近ってやっぱ若者とかが分からないじゃないですかもうちょっと練,練習じゃなくてそのね、うん、なんか広げていってほしいですね、うん、確かに私からしたらな、うん、くなってしまうのはちょっと悲しい,い今この鉛もねない感じよね<あ>若者そうなんですよ私の働いているところの高校生とかも、うん。 普通なんですよ標準,で標準語であれみたいなそうそうそうなんか全然違和感がなくて、うんね、逆にちょっと年上の人たちは結構なまってたりするんでああ沖縄の人なんだなって分かん、ね、そう僕らもなまりを逆にそう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 いうのをなんかちゃんと大事にしていってほしいなって私は思いますね。せっかく、ね、こんなな素敵な オキラに生まれてるんだから,だから小学生はまだなまってるんですよじゃあそれがなんかあれなんですかね小学生からはい、はい、多分ね思春期で一回なまりが取れるんじゃないですかねあれなんですよねそのテレビとかでやってたのが一回なまってるのがダさいみたいなはいはいはい、はい、のでみんな標準語に直すみたいな、うん、なんか関西とかでもはい、はい、関西弁は最近の若い子は使わないみたいです標準語らしいですね関西弁もいいのにね そうなんでさ、そういう色を出していってほしいんですよね。うん、私ない埼玉はやっぱないんで、あ<は>そういう鉛とかも普通の標準語なんで、うん、私たちから見たらもっとその剣の色をもっともっと出した方が私は素敵だなと思いますね確かに。埼玉の色って何ですか？彩の国。あ、彩ってあれ？<laughs> あやって書いて。いそうです。彩の国、彩<り>埼玉です。色りの国ってことは。そうです。ええー、なんか彩ってる。 彩っら,らっしゃるんですか彩ってらっしゃらないと思いますえじゃあそれを無理やりつけた感じですかわかんないですけどね何なんですかね埼の国埼玉と,と言いますよね、えー、はい。彩ってらっしゃるんじゃないですかじゃあリオキさん,ん知らないだけで知らないですねうん。私の住んでた実家のわらびはわらびーくんがいますどういうことですか <laughs> え それと「彩の国」はどういうおつながりが <laughs> 分かんないですけどうん,うんね <laughs> でもねこういう影の薄い埼玉県民からするとやっぱ沖縄はやっぱ素晴らしいんではいはい、はい、確かに側が強いね<あ>沖縄はねも,うもっともっともっとアピールしていいと思いますなんか都道府県のキャラでさ行くとなんか側が強いよね沖縄ってねそうですか <laughs> なんかね <laughs> 素敵だと思いますけどねうん、うん あで僕は埼玉出身で埼玉では体験できないことができるのが沖縄のいいところだと思いますがお二人はどうですかと、うん、まさにその通りりんか僕は今ので賛成なのはやっぱり自分なんかでいいなと思うのはやっぱりあれです、はい、酒飲む文化がまだまだあるってことそうですね、うん、でも最近のやっぱ若い子は飲まないんですでも多分内地よりは飲むと思うよ、うん、あそうなんですかね、うん 内じゃじもっとひどいんです、ね、もっとひどいと思う、うん、酒離れはなんか今問題らしいですからねでもさやっぱ20代前半の子でもまだちょいちょいいるもん、うん、飲みに行くよっつったらうっすっていうああいいですねそうそうそうだけど少なくはなってますよもちろん、うん、ただいいいの人はもっとって聞いたもっといないよっっっととてて聞なよそうなんですなんか寂しいですね飲みにケーションとかも言うしそうそうそう、えー 飲むとね、人柄が分かっていいんですけどね。本性が出ますから。うね。酒癖が悪い人とか。ね。分かるもん。ね分かりますからね。うざがら見せる人とか。います。いますね。みんなそうなっちゃだめですよ。僕大丈夫でしたか。大丈夫です。全然。でしょ。はい。割とジェントルマンじゃない。はい。おっしゃ。大丈夫です。じゃあ、次。はい。リアーチさん、ミキさんの山内さん、リスナーの皆さん。こんばんは。しゃい。は。 収録生配信、お疲れ様です。タイトルネーム武蔵です。本日のテーマ、沖縄のいいところ、うん、沖縄のいいところより、えー。え、<laughs> 出ますか。ネガティブ武蔵が出ますか。悪いところが多く、例えば。小 <laughs> 涙もない、渡ってたよ。極悪非道な人。<laughs> で。え、なしな。女性が多いところとか。 はるかに多くたくさんありますが最近なんか老眼なのかなな <laughs> ちょっっと待ってくださいね人で強いて沖縄の良いところを示すならば、うん、海が綺麗なところ沖縄,沖,縄国際 <laughs> 沖縄国際映画祭が開催されること、うん、食堂等で食べ物が安くボリューミーなところ、うん、まあ確かにね。 杉の木が少ないので、ああ花粉症になりにくいところです。うん、確かに花粉症の人はちょっと内地行くともうすごいですからね。うん、大変みたいね。うん、リオチさん山下さん沖縄のいいところはどんなところですか教えてくださいお願いいたしますもう武蔵さんに言いたい真逆です。沖縄の女の人は素晴らしいですから。<laughs> そうですね。もうなんかあったんですかね過去にね。あったんですよね。温かさに溢れてますから人情に。 そうですね、はいそうですよ沖縄の人は結構優しいですそうそう女性も全然優しいからうんうん武、う、蔵、ん、さんが当たってきた女性がた,たまたまですたまたまたまっつってもな羽生三郎さオリオンビールうまいって言ってます島酒もうまい確かに島酒も好きですからね僕はねはいそうですね とにかく今はね確かに誇りしかないですね僕も。そうです。いろんな文化に対しても。やっぱそれだけ沖縄愛されてますからね県県外からいろんな人がやっぱ来て。綺麗な海とかもあるし。もっと皆さん海行ったらいいと思います。沖縄の人。そうです。あんなにいいものがあって私からするとなんでなんで行かないのみたいな管理見ないのみたいな。 毎日見てるからいじゃないですか、ね、あ確かにか当たり前になっちゃってますね、うん、そうそう,そう当たり前になってるよねでも当たり前の中でもやっぱり綺麗な時があるじゃないですかうん、うん、その時はおおやったって思いますやっぱ感動しますよね、うん、えなんなんで埼玉に海がないんでしょう本当に埼玉にさじゃあたとえ海があったとしても綺麗じゃないと思うよ そうなんです内地は砂浜が黒黒でですすかかしかもやっぱ関東圏だからどうしてもきれいにならないんじゃないそうですね東京湾とかも昔もっと汚かったんですけど、ね、まあ今は徐々にきれいになってお魚さんが戻ってきてくれるら、ねうん、そうそう,そうあそこでしか取れないところがあるらしいからね何が取れないんですかかなん,かお,んお,お魚とか いや、違うと思う。もっとだかマイナーなやつだよ。<laughs> 高さ5。わからん。<laughs> 適当に行ってみます。すいません。<laughs> はい、じゃあ次、えー、ラジオネーム進撃の芽ちゃんさんからん夕ご飯さっきも聞いたな。これ夕ご飯に生姜焼き作りながら聞いてます。うん、沖縄のいいところ、やっぱり数のが多いところ、特にヤンバルに行きたいし、数日間かっこインターネットまとめてをデジタル。 デトックそうしてみたい。二人さんヤンバルてどんなイメージですか？デバデバと。ヤンバルどんなイメージなんだろう,う。自然が多いところですかね。あと海が綺麗山しかない,い。まあヤンバルっていうぐらいですかね。<laughs> <laughs> あとなんだろう。そばが美味しいかな。確かにね。そばが美味,美味しいとこい、ね、結構あるよね,ね。すごいですね。やっぱののんびりしてます、ね、あっちのは。うん。 なんだろう沖縄全体で見たら沖縄ってのんびりしてるんでしょってよく言われますけど、うん、でもな那覇とか今のこの宜野湾とかそうでもない気がするですよ、ね、そう普通な感じで車バンバンとかしてるしねん,なんかみんなせかせかしてるしね埼玉に住んでる時とあんまり変わんないんですよでもやっぱやんばるに行くとなんか違いますねそうそうだからやんばるに住んだ方がいいよ あの将来的には住みたいですねあの僕はやんばるこの前ドライブして道に迷ったんですけど、はいはい、めっちゃあの山の中、えー、すごかったよあの遠くでさせせらぎがピチョピチョピチョって流れてる音まで聞こえて葉っぱの音とこの2つしか聞こえないわけああ <laughs> いやすげえと思ってとってもデトックスになりましたね。あいいでと、ねうん、か携帯も止めてか携帯私止めたらちょっと死んじゃうかもしれないな。 <laughs> <laughs> なんて今風女子なんだなんだろうすごい孤独感になっちゃいますねああ確かにね、うん、なんかツイッターは気づいたら見ちゃうかもしれないちむどんどんの,のロケ行ったんですよロケ地に行ったんですよツイッターにあげましたけど、うん、いやめっちゃよかったですあそこらへんもやんばれのバス停に西山バス停え あるんでんかそういうシーンがあってそのバス停まで行ってきたんですけどもう本当山奥ですごかったですね周り山しかなくて山と畑しかなかったいいね行ってみよう遠いですよマジ遠かった俺が道に迷ったのも遠かったよデジ遠いそうなんですあんつばさん来てるよ沖縄のいいところ財布が寂しい時は海に行けば食料調達できる あのなんか歌にありましたねそんな <laughs> そ<う>あれじゃあ「金がないなら海にが行くさ魚があれば生きられる」って誰の歌えギえの歌えおじいじまのオリオンビールの歌詞ですえそんなのあったっけありますよ <laughs> そっかはいそう「金がなければ海に行けば魚が 取れるとあなると魚があれば生きてていけるよって確かにでもその通りだと、うん、間違いないねあれって気になってたんですけど、うん、魚釣っていいんですよねあもちろんあのー、なんかちっちゃい小魚がふよふよ泳いでるじゃないですかうんあれ,あれって取っていいんですかねいいんじゃないですか網ですくって、うん、食べられるかどうか分からんよでもいやなんかほら飼うと高いから <laughs> <laughs> か食べられるか分からんよあじゃなくてあの買うの買うと買うんだったらいいじゃん買うんだったらというか、うん、密用にはなんないですよねかサンゴはダメですよね絶対、うん、種類によってじゃないいい子はなんか300円ぐらいで売ってるデバスズメとかだったら大丈夫なのかな何それあのマスあ普通に青い小魚でああはい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 きれいなやついっぱいそうなんか軍欲群欲？あれでも ちっちゃい頃は取ってましたけどね。じゃあいいのかな。うん。へえ、なんかそこら辺のルールがまだ分かんないんですよね。確かにね。砂浜に落ちてる飾り珊瑚とか持って帰っちゃダメらしいんですよ。えー、そうなんだ。はい、あ。砂とかもダメですし。えー。砂はそこの土？土地の所有者のものなんで、うーん持って帰ったら犯罪らしいです。ええー。ダメ。 なるほど。あのー、あ,あれ、あれ。帰らないでください。廃イ,イ探偵団で言ってました。え、そうなんだ。はい。そうらしいです。じゃ、あ次。はい。モエニグですか。早いですね。え、間に合えば災害です。ラジオネームた、高保さんです。<ー>ありがとうございます。<ー>沖縄のいいところですが、時間。をゆっくり計画するところ。うん。え、沖縄は、海が綺麗なところ、食事も美味しいところがたくさんありますねと。 いいただいてますね確かに、はい、待ってツイッキャスがねここで切れるっていうやっぱ海が綺麗とかその食事がうまいそして文化がやっぱあるっていうのはその辺はねやっぱ誇れますよね、うん、誇れますねそば、はい、だったりあとはなんだ <laughs> ラフテーとか、うん、海ぶどうとか私はもずくの天ぷらが好きです <お>うん。<laughs> うまいよね。あと、シマラッカの天ぷらも好きだし。なんだろう。あと、もずくた体も好きです。もずくす。あ、うまいよね。美味しいです。健康にいいし。ね、沖縄県産の、やっぱり。もずく。もずく違うらしいね。他にあるんですか。うん。他の県、他のとこよりも、沖縄のすごいって言いましたよ。うん。イコール臭が高いんですね。うん、沖縄のしか食べたことないから、わかんないですけど。 海ぶどうは食べないよってあんつばさん言ってます確かにあんまりね <laughs> 確かにでもたまになんか出てくるんです目境でね、はい、刺し盛りに出てくるよねそうですねあれうまいよねヒーローさんローソンニティアンダーカップスバー売ってたよ二十秒ニティアンダーのカップスバーって何ですかティーアンダーですねティーアンダー要するに、えー、手作りっていう<ー>なんていうの ティーアンダーのこのおにぎりとか。はいはい、もう10秒しかないよ。はい、ということで、<laughs> 沖縄のところ、まあね。頑張りましょう。<laughs> さよなら。<laughs> はい、さよなら。はい、切れました。<laughs> 難しい。